はい、どうも、心理学おめの登録販売者、山野です。お願いします。はい、というわけで本日もやっていきましょう。本日がですね、ちょっとまた、うん、心理学を多めな話題を取り上げている私としては、ちょっとこう、ほっとけないような、えー、話題が飛び込んできましたんで、えーとそ、そちらをね、取り上げながら動画を進めたいなと思います。はい、何の話かというと、皆さんも聞きましたかね、あの、大塚食品さんの、えー、話、大塚食品さんが訴えられたっていうような話ですね。はい、ちょ、ニュースのリンクはと概要欄に入れておこうかなと思うんですけれども、ちょ、概要で言うと、 えー、大塚食品さんの工場でポカリ粉末を入れた袋に異物混入を指摘した社員の方がいらっしゃったと。で、えっ、ー、と、公益通報後に移動,動命令が出て、で、えー、軟禁状態にされて、なんかうつ病を発症してしまったみたいな、それで医者料をね、あの、求めて提訴したというような内容ですね。まあ、あんまりちょっと私の説明が、あの、つたないので、あの、ニュースの方をね、えー、ご覧いただいた方が正確かなと思いますので、詳細はそちらの方をご覧いただきたいんですけど、皆さんどう思いました あのー、私は率直にもしもしですよもし今回のその報じられている内容が本当真実なのであれば激ヤバやなと思いましたすごいなと思ってまたそんな会社あるんやなと思いましたはい昨日こう届いてたニュースやと思うのであの何、ー、て言うのかなこう もしその私の案内してる内容とかが間違っているとあれなので今日私がするお話っていうのはもし今回の、えー、お話が真実なのであればという前提のもとにお話を進めさせていただきますのでその点だけ、えー、ちょっとご注意願いたいというかご留意願いたいなと思います。はいでねこういうまあ何やろ分かりやすく、まあ、ブラック的な話っていうかブラック的な話で言うと、まあ、私も過去に似たような経験はしていて、えー、と一番最初に新卒で入社したところとある外食企業、えー、大手ですけど。えー はもう結構本当に結構やばくてまあ,あのその詳細の動画はねまた別で出してるのでまあ、それも概要欄に置いときましょうか本当にねあ普通に厨房で暴力受けてましたでそれを本部に、えー、と相談したんですよ報告してこんなことをこんなことされてるこんな仕打ちを受けてるっつってねやったんですけど結局ね もみ消されました、ね、のなんか本人に聞いたらなんかそんな覚えはないって言ってるしもしそうやったとしてもそんなつもりはなかったって言ってるんだよねみたいな感じでねあの流されたんであもうこの会社ほんまにダメなんやなと思ってやめましたけどねはいいまあ、未だに訴えてやったらよかったかなと思ってますけれどもまあねだからいまだにそんな会社あるんやなと思ってちょっと本当にだから驚いてる次第ですね。そそんなな感じでねその15年経っってててても未だににに私鮮明に覚えて話せるぐらいいううううのかな人ののか人心に深くこうそういうのって 刻み込まれるというか、傷が残っちゃうんですよね。そう。だから、何が言いたいかっていうとね、もうそういう会社でもしね、皆さんが働いていらっしゃるのであれば、もうとっととやめなはれっていうことを私を本当に改めて言いたい。私いつもね、こういうね、あの、ブラック職場的な話をするときって、いつも同じ結論を皆さんにお伝えするんですよ。もう、あの、そういう変な職場、ブラックな職場、皆さんを大事にしない職場なのであれば、もうやめなさいというふうに言うんですよ。もうだって、そりゃそうでしょ。皆さんを大事にしない会社に対して、 皆様が貴重な人生の時間を割いてやる義理は義務義理もないし義務もないです。 はい。私はこれを本当に強く言いたい。だから、もし皆様の会社にも同じようなことがあって、思い当たる不死があるんであれば、本当にやめた方がいいです。で、なんでここまで言えるかっていうと、もうちゃんと研究で出てるんですよ。というわけでですね、本日は、えー、とそういった要素に気づいていただくべくですね、えー、私が過去に参照した論文をもとにですね、えー、社員のモチベーションを著,著しく下げてしまう要素、7大要素っていうのを、えー、研究でまとめてくれているものがありますんでですね、まあ、そちらの,あの参考文献も概要欄に入れておきましょうか。えーそちら こちらを元にですね。 その研究チームが示してくれている7大要素っていうのをご紹介しようと。でそれをもとにですね、皆様がそれを聞いていただいて、えー、自分の職場にこのままいてもいいのか、今の職場にこのままいてもいいのかっていうことをご判断いただきたいなと思います。でそれを精査した上で、いや、もうちょっとやめといた方がいいなと。あの7つ紹介しますけど、7つのうち、あの当てはまる数が多ければ多いほどや、激ヤバ度は上がりますので、はい。まあ、それでね、ちょっと皆様が少しでも、なんていうのかな、有意義な職場で自分の人生を過ごせる ように役立てていいいたただけたらなと思いますはい、で今回の動画を真面目にご覧いただいている方っていうのはおそらく日々の労働でめちゃくちゃ疲れてらっしゃると思いますしんどいと思いますなのであの長い動画を見る元気もおそらくないと思いますのでできるだけ手短に行きます。はいというわけでですねあのー、もう7大要素全部今言っちゃいます結論的に言っちゃいますであのこの7大要素ね今回の何秒見もいますけどその大塚食品さんのお話がもし本当なのであったとしたらほぼ その要件を満たしちゃってるることになるんですよ余計にああそれっぽいなと思ったの、ね、でだからこの研究を持ってきたんですけどねはいもう7大要素全部打ち合いますねはいまず1つ目上司が部下の働きを当然のものと認識している2つ不公平3つ目的がわからない作業4つ明らかにいい判断を無視される5つ無駄なリスク6つ孤独7つ価値観の切断以上です、はい、どうですか皆さんこれ聞いてもらって なんか、その、今回の件と照らし合わせたときに、ああ、差もありなんやなって思いませんね、思うでしょうはい。というわけでですね、ちょっとだけ、ちょっとだけ詳細に具体例も挙げながら、えー、触れていこうかなと思います。仕事から意味を奪う7つの要素ということで、えー、研究チームが挙げてくれてます。まず1つ目ですね。上司が部下の働きを当然のものと認識していると、はい。こういうことがあると、えー、部下のモチベーションは著しく下がるということですね。まあ、そらそうですよね。これでもね、私もめちゃくちゃ、あの、なんていうのかな、あの、思い当たる節があって、前職のドラッグなんですけど、 なんていうのかなほら推奨販売品とかも一生懸命頑張ってね売ってたんですよ売ってたんですけどなんかその一生懸命結果残してもまあ社員やからなって言われて終わりましたからね <laughs> いやーなんかなんかなって思いましたそらそんなこと言われたら次から頑張る気しないじゃないですかそら何て言うのかなそら社員やから当然なんやけどそこでさ あーすごいね。頑張ったね。ありがとう。って言ってくれるだけでさ、全然違うくないでしょって思いますよね。そう。その、なんちゅうのかな。感謝の一言だけで社員のモチベーションが上かるんやったら、まあ、言葉として正しいかどうかわかるんないですけど、安すいもせやと思いますけどね。ね。はい。というわけで、一つ目でした。次、二つ目ですね。二つ目が、不公平ですね。えー、大半の被験者から仕事を虚しくさせるようとして上がったのが、この不公平とか、不正ですね。はい。我々で言うんであれば、いや、最近ちょっと売上低いから、時給上げられへんよって言ってたのになんかもう全然、えこひいきした、あのお、おつぼれの,あの人には、一生懸命、 時給上げてたみたいな。なんかそんな感じですよ。そらねえ。そらねえ。そらねえですよね。はいで、今回のその大塚さんの話で言うんであれば、もう不公平も不公平ですよね。もし本当なのであればですよね。そりゃそうですよね。だって、その会社のためを思って、あのしかるべき手順を踏んで、えー、行政に。 えー、言ったわけでしょで行政指導も実際多分入ってるんですよねやのに会社がちゃんと動いてくれなかったってなったらそりゃあねなんのこっちゃってなりますよねはい皆さん職場大丈夫ですかで、ね、その辺ちょっとねあの照合しながら聞いてくださいねはいというわけで3つ目ですね3つ目が、えー、目的がわからない作業ですねはい、えー、具体例で言うと週1で店内のレイアウト変更させられるが翌週には元の配置に戻すように言われたショップアシスタントさんの例というみたいなのが上がってました面白いっていうか僕はも,もう最悪ですねはい,いや これでもね私も思いる節ありあますよ私もドラッグ,もこドラッグの話ばっか出てくるね <laughs> ドラッグがブラック職場やったんかな、うん、まあどうやら、まあ、その話は置いといていやでもね私もあの言われたんですよ店頭にね冬場にね回路をね天井高くまでバーンってもう積んじゃってや積んじゃってよ高く積んじゃってやダーンとさとか言われてでね私一生懸命積んだわけですよで積んで次の日にその、えー、とエリアマネージャーみたいな人がまた来たからどうですか積みましたよって言ったら何これ 高いねなんでこんな積んじゃったの危ないよ戻してって言われたんですよ もう私それで本当にねこんなやつを上司にする会社ってやっぱりやばいんやろなって私も思いましたもんなんていうのか,か本当にねこの話を昨日のことのように語れるぐらいやっぱりね覚えてるんですよ社員っていうのはそうそれぐらいやっぱり人ってそういうことを大事にするんでしょうね、うん、っていうことをやっぱりこの研究は示してるんやと思いますはいでこれが3つ目ですねじゃあ次の4つ目なんか今回のケースにもろ当てはまりますよねはい明らかにいい判断を無視されるってやつですよねはいこれはね私ね本当に独立してから思ったんですけどやっぱりこうなんちゅう 上の立場に立ってみると結構ね凝り固まるんですよねもうこの判断こそ正しいみたいな風になっちゃいがちなんですよ。どうしても私が不勉強っていうのもあるしねっていうのもあるんですけどそこにいやこういう考え方ってどうすかっていう意見ってやっぱり大事なんですよ。そうそうれがないと もうなんかすごいバイアスの塊みたいなもう思い込みの塊みたいなそういうこうなんかな,なんていうのかなエゴ,エゴの集合体みたいなそういうお店とか会社になっちゃいがちなんですよ他人の意見を聞かないってことになっちゃうとそうだから本当にそういうこう部下の人とか社員の人の意見っていうのはマジで貴重なんですよ綺麗い事じゃなくってそうやのにもかかわらずそういういい判断を無視されるっていうのはよっ やっぱりもうそれはね、モチベーションしか下がらないですよね。だから今回のケースがもし本当なのであればもう最悪ですよね。 意味がわからないですね。はい。えというわけで次、5つ目ですね。次、5つ目が無駄なリスクですね。はい。まあ、これももう、あれですよね。もうなんちゃうかな。これ、無能な経営者がよくやるパターンのやつですけども、必要、まあ、確かにね、その企業とか、その会社って、成長するためには、リスクを取らなきゃいけないことってやっぱあるんですよ。そうですけど、不要なリスクってあるじゃないですか。いや、そのリスクはいらんやろ、みたいな。例えば、うん、じゃあ分かりやすく言おうか。アアルルババイイトトささんん高校生のアルバイトの新人さんで一人立ち初日に行き いきなりあのー、クレームを言ってくるので有名な人に対応させるみたいなそうそういうので意味あると思いますそのリスク意味あると思いますないよねそんな意味ないやんでしょ要はこれ何が言いたいかっていうとねその会社から私は守られてるんだっていうようなそういうこう感覚 っていうのが大事なんですよあののていうのも人間ってそのソーシャルサポートって言ってその人同士のその関係性っていうのをめちゃくちゃ大事にするんですよねその職場において。それが満たされているとあーこの会社で働いていてよかったなっていう感覚になるよねみたいなそういう研究が別であったりするんですよね。だからこういうソーシャルサポートがないような職場っていうのはやっぱりいずれにしてもメンタルが病んでいくというような風に言えるんじゃないかなと思いますね。次つつ目目でででですすねね孤独ですよ、ね、はいだかかからああのののななんんん今回ので言うんであればなんかその、えーと部署 1>, 1人しかいない部署に生かされてなんかその監視カメラが向けられていたみたいな,なんかそんな話ありましたよね。これ,これが思いっきりそれにあたると思うんですけどこれね本当にあのメンタルにも健康にもめちゃくちゃ良くなくって人間って孤独を主観的に感じるだけで体内の炎症が進んでえと病気になりやすくなったりするんですよっていうのも人間ってもともと群れで群れを形成して生きてきた生き物なので孤独に対してあの強い恐怖感とかストレスを感じるようにできてるんですよね。なのであのストレス スストレスを、えー、孤独を感じさせるようにしてしまうともう、えー、社員のモチベーションというかその寿命まで下げちゃうんじゃないのみたいなそういう話が別で研究であったりするわけですよね。そうなので分かりやすく言うと左遷みたいなことですよねそういう窓際に追いやるような人事っていうのをやる時点で時代錯誤なんじゃないかなと思っちゃいますね科学的にはね。 じゃあ最後7つ目ですね7つ目が価値観の切断ですねこれちょっと難しい言葉なんですけどまあ、簡単に言うとその個人的に抱いてる価値観と仕事の方,方向性が違うような場合そういうそういういケースが発生するようなことがあると社員のモチベーションが、えー、落ちてしまうよみたいなそういう話です。例えば今回報道されてることがもし事実なのであればその、えー、異物購入に気づきはったその、えー、と社員の方のそのこういうのは駄目だっていうその価値観がありますよね。それと、えー、それれととをちゃんと行政にに言ったにもかかわらず ちゃんとしなきゃいけないって思ってるにもかかわらず会社からしたらいやもうそんなんいいからもうそんなんないいからめんどくさいからそういうのみたいなそういう風うにしてあの封じられるじゃないですけどそういう風うに、えー、なんていうのかなううやむやにされるようなそういう価値観ですよねってなってきたらもう自分の価値観と思いっきり切断されるじゃないですかっていうイメージですはいでもこんなのドラッグストアでもよくあることであのなんていうのかなえー、と思いっきりその明らかに科学的に根拠のないエビデンスのない健康食品とかだったとしてもあの お客さんとかに勧めなきゃいけないっていうものにその推奨販売品として設定されることだってやっぱあるわけですよね。でそれをあの 知識がちゃんとあっていやこんな進めても意味ないやんって思いながらでも進めなきゃいけない現状っていうのが毎回毎回積み重なっていったらどうなるかっていうことですよねそれはモチベーション下がりますよねそうそういうことですというわけで7つ紹介しましたいかがだったでしょうかこのえっ、ー、と7つの要素に当てはまる数が多ければ多いほど皆様が仕事に対して感じている意味合いっていうのはどんどんなくなっていくということになりますのでぜひですね、えー、しっかりちょっとこうあのご自身の職場と照らし合わせていただきながらですね、えー、自分の今の職場大丈夫なのかなということを、えー、お考え いいただきながらですねはい、あのもし、えー、当てはまる数があまりにも多いのであればおやめになった方がいいのではないかと個人的には思う次第でございます。で詳しくですねもし本で学びたいのであればこちら「えー、ブラック職場があなたを殺す」っていうすごいあの素晴らしい了長っていうのがありますのでね、はい、こんなんも、えー、と参考にしていただきながら。えー 考えていいいい、たただきたいなと思いますはい、あとはですね、もし本を読むのがめんどくさいというような方はですね、えー、と私がやっている凡人研修アカデに、えー、今日も概要欄にリンク入ってますけれども、そちらでも、えー、とブラック職場を辞める前にすべきこととか、えー、今の職場にこのままいていいのかということをがっつりそのチェックテストでね、えー、診断してみるみたいなそういう動画とかもあったりしますんで、ぜひですね、職場で悩んでいるという方は、えー、概要欄のリンクから覗いてみていただいてチェックしていただけたらなと思います。はい、というわけで本日はですね、えー、もし今回のお話が事実なのであればという前提で でお話をおすめさせていただきました。はい、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お大事に。